カシオデータバンクカシオ CFX-400 サイエンティフィックカルキュレーターウォッチサーカーウォッチ電卓付き腕時計は電卓を内蔵したデジタルブレスレットである。普通は時計がある面にボタンが取り付けられている。1970年代に初めて登場し1980年代に人気のピークを迎え現在でも作られている。最も有名なブランドは カシオデータバンクのシリーズであるが、タイメックスのものも人気があった。電卓付き腕時計は、1970年半ばに、初めて、パルサーとヒューレットパッカードのものが登場した。パルサーやタイメックスなど、いくつかの時計メーカーも製造してきたが、これらは、ボタンの大きさが小さく、ペン先でボタンを押して操作することが想定されていた。1 9 8 2年2月、 日本のエレクトロニクス会社のカシオが世界初の指でボタンが押せるモデル C-80 を発売。その後も多くのモデルを製造し、電卓機能だけでなく予定、名前、住所、電話番号も保存することができるデータバンクを制作した。大量生産の電卓付き腕時計は1980年代初頭に登場し、ほとんどが80年代半ばに生産された。 実用的で便利な電子デバイスとしての電卓付き腕時計の将来は PDA、携帯電話やその他の有力な多機能コンパクトコンピュータデバイスの導入に影響を受けている。その結果、多くの電卓付き腕時計は見た目の良さを目的に使われている。ありがとうございます。